Everyone good to go? Microphone? Everything's ready? Yeah. It's bizarre that I say this, but you've been playing at the top level for almost 10 years. How do you describe your journey so far? もう本当に、え、10年経ったの?っていう感じ。なんかすごく長く感じるんですけど、もう10年もっていうのは。Mima Ito has been on our radar for quite some time now, over a decade as a pro. Started when she was 3 years old. ただすごく自分の中であっという間、もうなんか25歳とか6歳とかっていう感覚に感じることがすごくもうあって、本当に小さい頃から試合に出てて、ただ本当に、なんだろう。すごいこういい経験、小さい頃からたくさんいい経験をさせてもらったので、今に生きてるかなっていうふうにすごく感じてます。そうですね、まず初めはやっぱりお母さんもプレーをしたかった中でプレーをやめて、私にこう教えてくれたっていうことがやっぱまず一番なので、まずまだまだやりたかった多分ことがあったんですけど、それを子供のために、惜しくもっていうんですか、ちょっとこう残りながらも、ただやっぱ子供がやりたいからやらせてくれる。そうです、私 ものすごく卓球が大好きで、もう練習も好き、試合も好き、もう本当に毎日毎日毎日練習をして、で、試合も1週間に3回ぐらいで、私もやってみたいって言ったんで、じゃあちょっとやってみるって言って、でその時はじゃあやろっかって、最初1球サーブ出したらスパーンって打ってきて、もうそこで私はもう頭真っ白になっちゃって、なんだこれはって、私が毎日毎日毎日練習してきて積み上げてきたものが、この子はもうすぐにそのままできてしまって、2歳ぐらいですかね。でその時にもう自分の卓球が面白くなくなっちゃったんですよね。でこの子は面白いって思ったんですよ。あ、この子面白いって。でもそこから、小さい頃はお母さんも言ってたんですけど、自分を心を鬼にしてやらないと私と接することができない。基本3歳の頃から多分可愛いって普通になるで、それをもう可愛いとかじゃなくてもピッて切り替えてやってました。もうなんか怒られても平気だし、怒られることもやっぱ少なかったんですけど、そのお母さんにこう言われて、もうそれが強く、こう心が強くなった、メンタルが強くなったかなっていうふうには思います。すごくこう細かい作業、基本練習をずっと何時間もやるんですけど、それをその私も触れ合いたいんですね、子供と、かわいいかわいいってしたいんですけど、そこを今はまだ違うで、鬼になってしっかりぐっとこらえて、鬼になって訓練しなきゃいけない、練習しなきゃいけないっていう意味で、そのママっていう、母親っていう部分の、そのそこを一旦置いて鬼になってやらなきゃいけないっていうことですね。Drop shot from Ito, that's genius. Hayato was nowhere, of course, because it was so good from Ito. I mean, this came out of nowhere. We've barely seen this shot. So well disguised. And Hayato just couldn't get there. もう大体1週間7日あって、その中で1日だけオフにして、6日間、6日間は練習。で、その中で
体調というかにもよるんですけど、大抵 5,6 時間はしっかりやって、でその中でちょっと今日は疲れてるから4時間にしようとか、今日はトレーニングの日にしようという感じで、ちょっとこう毎日ちょっとずつ違ってますね。普通の選手で終わりたくないっていう気持ちがあって、なんかあの選手すごく独特だったよねみたいな、その記憶なんか、その普通じゃなくて、もうその人その人の記憶に残るような、なんかことをしたいっていうのはすごくあるので、それは小さい頃から結構こう見られることが大好きだったので、まあ、それをやっぱ終えた後にこうみんなで、やっぱすごいこう、まあ、海外の人からも日本の人からも、いやあの選手はすごかったよねって、こうあの選手がこうまたああいう選手が出てくれればいいねっていう風に言ってもらえるような私でいたいかなっていう風に思います。Incredible point. She does everything, Mima Ito, and Shasha answers until finally a slap back. How many times did she have to handle heat and turn it up?